欲望という名の電車は1951年のアメリカ映画テネシー・ウィリアムズによる同名人曲の映画化作品でウィリアムズ自身が脚本に参加しているこの作品でビビアンリーがアカデミー主演女優賞とベネツィア国際映画祭女優賞カール・マルデンがアカデミー女演団優賞キム・ハンターがアカデミー女演女優賞と ゴールデングローブ賞女優賞を受賞している。また、ベネツィア国際映画祭の審査員特別賞も受賞している港湾都市ニューオーリンズの裏ぶれたしたデデザイアーと表示された路面電車から孤独な未亡人ブランチ・デューボワが降り立った。南部の街の傾きかけた名家に生まれたブランチは、家族の看護やその葬儀などで財産を使い果たし、身一つで妹のステラを頼ってきたのだ。 だが、妹の夫スタンリーは、貧しい職行で、家もたった2軒のアパートだった。ブランチの言動は、情緒不安定な上にお嬢様気取りで、それがいちいち気に障るスタンリー。ブランチも、そやで、暴力を振るうスタンリーを嫌い、共に家を出ようとステラに訴える。ながステラは、それなりに自分を愛してくれるスタンリーから離れられず、子供も身ごもっていた。 心の平静を失いかけながらも、スタンリーの同僚であるミッチとの結婚に望みをかける、ブランチ。だが、ミッチにスさんだ過去を知られ、さらにスタンリーに襲われたことで、ブランチの精神は崩壊する。ありがとうございます。